こんんにちは阪球道場さんです今日は当店にお越しいただいた素敵なお客様を紹介したいと思いますアメリカからお越しいただいた4人のファミリーです通常の弓道ですとか弓道の練習のゴム弓を使った体験をしていただき非常に 弓について見識が深まったとおっしゃっていただきました。日本の弓非常に難しいんですが今日の体験で弓の難しさそういったものをね体感いただいたかなと思います。なんですが皆さん非常に半球のコントロールはお上手でした。びっくりしました。 はい特にですねこの息子様ですねあの普段からいろいろなスポーツをやっていて特に野球は熱心にやられているそうであの非常に体感良くて弓のコントロールも抜群でした私が思うにスポーツで言うと野球をやっている方ですとかあの バレエとかですねそういったものをやられている方は非常に体幹が優れているので弓のコントロールうまい方が多いですはいと息子様ですねなんと4回も懐中を達成しました懐中というのは4本の矢全て的に当てることなのですが非常に縁起がいいとされております 懐中をするのは難しいのですが4回も懐中されていて本当に才能のある息子様だなと思いました。はい、ということで今日はですねアメリリカからお越ししのの素敵なファミリーについてのご紹介でした。当店にご来店いただき誠にありがとうございました。